こんにちは。今回はソックヤーンでおなじみの毛糸屋さんのお店の紹介と提供いただいた糸を紹介します。そしてその糸でこのねパイナップル編みの三角ショールを編んでいきたいなと思っています。まずね毛糸屋さんの案内をします。毛糸屋さんは東京町田市に店舗があるソックヤーン専門のお店になります。ヨーロッパを中心とした数多くのブランドの毛糸を取り扱われています。ソックヤーン以外にも美しいグラデーションのポッペル糸も取り扱いされています。また作品作りに使うかぎ針や輪針、各種小物も数多く取り扱われています。現在はコロナウイルス対策のため実店舗はお休みされていますが、ネットショップの方は通常通り営業されていますので、ぜひ覗いてくださいね。はい、そのね、毛糸屋さんから、素敵な糸を提供していただきました。はい、こちらの方です。じゃん。はい、こちらの糸の名前はガーンマニファクチャーマクラーナという糸になります。マクラーナと書いてありますね。ガーンマニファクチャーっていうのはドイツの会社のお名前で、毛糸や手芸用品を販売されている会社になります。はい、そこでね生産されている鮮やかな、このねグラデーションの糸、これはあのボッペル糸なんですけれど、あの4本の毛糸をね、少しずつずらせながらこういうグラデーションを作られています。一見ねなんだかあの派手な感じがするんですけれどね、作品を編み上げたらどの色もね発色がよくって肌に馴染んでね美しいと、はい、絶賛されています。今からね編むのが楽しみですね。で、私はこちらの糸を選びました。そして毛糸屋さんの方からもう一色選んでくださった糸がこちらです。はい、こちらも綺麗な赤ですね。赤とオレンジのグラデーションになっています。こちらの、マクラーナ、この糸はね、内側から巻いてるのと外側から巻いている糸があるんですね。同じ糸でもこう、どちらが外どちらが内はわからないんですけど、こちらでしたらブルーが外になってて、濃いグレー黒っぽい色が中になってますけれど、逆のパターンもあるんですね。はい、中がこのブルーになって外側が濃い色になってる、そういうね巻き方も、はい、あって、2種類でオンラインショップの方ではねこう両方を、はい、写真でね見ることができます。すっごくたくさんね色がありますのでね、見てるだけでもね楽しいですね。そしてねこれ見てみると、ここにこれ番号、色の番号なんですけれど書いてありますね。これが3800番。そしてここにチェックが入っているのは4本の糸っていうことだと思います。そしてここ、これね印刷じゃなくって、手書きでお名前が書いてあるんですね。これを巻いてくださっている方のサインが入ってるんです。これはマギーさんでしょうかね。はい、お名前が入ってます。丁寧にね一つずつ巻いてくださって、それぞれのラベルにこうやってサインが入ってます。で、ちなみにこちらの方はこっち、これがね3800、ちょっとわかんないんだけど14なんですね。そしてこれも4本ですね。で、お名前の方がちょっと読めないんですけれど、はい、こちらの方が、はい、巻いてくださったっていうサインがね入ってます。とてもねあったかみを感じますよね。ずっしりしています。これ200g巻いてあります。750m 巻かれています。で、コットン 50% とアクリルが 50%、はい、なのでオールシーズンいけるのかなと思いますね。で、かぎ針の方はここですね、3から4ミリってなっていますので、号数でいったら3ミリが5号で、3.5 ミリが6号、4ミリが7号ってなってますので、5号、6号、7号で
編んでくださいっていう表示になってますね、はい、希望をね、ケイトヨさんの方から聞かれたんですけれど、たくさん色がありすぎてもう迷ってしまったので、もう一番最初に出てきた色、こちらの方を決めました、はい、で黒から始めるとギッと編み目が見にくいかなと思いますので、外側から取っていきたいなと思います。ぜひね、皆さんと一緒にね編みたいなと思いますので、ケイトヨさんのオンラインショップを覗いてくださいね。一緒に編んでいきましょう。はい、そして一緒にねこのニットピンのセット、こちらの方もいただきました。はい、だるまピンっていうんですよね、これね、かわいいですよね。これもね、ビーズをつけて、かわいいニットピンにしたいなと思いますので、こちらの方もまたね、はい、楽しみにしていてください。はい、そうしましたらケイトヨさんから提供していただいたこちらのガーンマニファクチャーマクラーナ、この糸でね、パイナップル編みの、三角ショールを編んでいきたいと思います。はい、綺麗ですよね、はい、三角ショールはこんな感じの模様です。これね、はい、角がちょっとね画面に入らないんですけれど、ここが編み始めの、はい、三角のねこの部分になります。でずっと増し目をしていって、どん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 ね広げていくっていう編み方になります。そしたら編み図で説明していきます。かぎ針の方は6号 3.5mm、 こちらの方で編んでいきたいと思います。はい、編み図はこのようになっています。ここね、三角のここの部分から編み始めていきます。最初は輪の作り目をします。鎖編み3目で立ち上がりを入れて、輪の中に長編みを1目、そして鎖を2目、長編みを4目、鎖を2目、長編みを2目で1段目が終わりになります。はい、2段目に行きます。こちらからになりますね。ここに今糸が出ていますので、このここのスペースですね、ここから糸を出したいので、はい、2回引き抜き編みをします。そしてこの中から鎖編み3目で立ち上がりを入れて、長編みを1回、これ点抜けてますね、長編みを1回入れて、鎖を2回入れて、そして長編みを2回、ここも点抜けてますね。次はこの1段目の長編み4目の中に長編み、鎖3目、長編みという風に入れて三角形を作っていきますね。はい、こちらの方へ行きます。長編み3、鎖2、長編み2、はい、このパターンはずっと一緒になりますね。でここ5段目で、はい、増し目にします。ここね増し目になります。はい、5段目で増し目をしたら、それ以降は8段ごとに増し目をします。1、2、3、4、5、6、7、8段目ですね。ここ13段目で増し目をするようになります。ちょっと中断しましたけれど、3段目に行きます。ここに糸が出ていますので、2回引き抜き編みを編みます。鎖編み3目を編んで、長編みを1目、鎖を2目、長編み2目、はい、この同じ編み方ですね。そしてここの部分、これ、線しか書いてないんですけれど、この中には、鎖編み3目、鎖3目が、はい、ちょっと省略して書いてあります。でここもこのパイナップルの形のところですね、ここもこの線しか書いてないですけれど、これにはそれぞれ鎖編みを3目ということで、はい、見ていただけたらと思います。はい、ここね鎖3目を編んで、この2段目で編んだ鎖3目の中に長編みを9回編みます。はい、即に編みますね。このガバッとすくって、この鎖を即に編んで9目長編みを編みます。はい、こちらの方へ行きますね。鎖を3目編んだら、この鎖2目の中に長編み2目、鎖2目、長編み2目という風に、はい、このねシェル編み部分を編んでいきます。はい、4段目はまた引き抜き編みを2回したら、鎖3目で立ち上がって、長編み、鎖2目、長編み、そしてここね、これは鎖3目になりますね。鎖3目を編んだら、この前段で9目長編みを編んだところに長編みをそれぞれ入れるんですけれど、長編みを入れて鎖を入れて、はい、そして長編みを入れて、はい、増し目にしていきます。そしてここにも、鎖3目がありますね。そして長編み2目、鎖2目、長編み2目という風にして4段目を終わります。そしたら4段目まで編んでいきます。外から取りますね、こんな感じ。
なんか編み方が載ってるようですね。全然読めないですけれど、はい、三角ショールですね。先日このイカゴの中に突っ張り棒でこう突っ張ってね、外から撮るっていう動画をね、上げています。またそれもね、参考にしてくださいね。この中に入れて、そしてこれに合わせますね。伸ばして、そしてここに入れて、糸端きれいに丁寧に結んでくれてますね。ここです。これを力出てるので、こうですね、こういう形にして、そしてこういう感じで編んでいきたいと思います。最初は輪の作り目になります。こちらが糸玉です。こちらが糸端になりますね。人差し指に1回巻いて、はい、バッテンになったところを押さえて指から抜きます。輪の中に針を入れて引き出していきます。はい、そして鎖編みを3目編みます。はい、123、鎖を3目編みました。そしたら長編みを1回編みます。長編みを編んで、鎖を2回編んで、はい、長編みを4回編みます。1、2、3、4、はい、長編みを4回編んだら、次は鎖を2目編んで、長編みを2回編みます。1、2、これが1段目ですね。穴を閉めておきます。はい、こんな感じになります。はい、編み地を返して2段目に行きます。端から糸が出ていますので、この長編みに引き抜き編みをします。はい、そしてこの鎖の中ですね、ここも引き抜き編みをします。はい、ここから立ち上がりを鎖編み3目編みます。はい、そしたらこの鎖編み3目を長編み1目と数えますので、ここは長編みを2目編んだことになりますね。はい、鎖を2目編んだら、長編みを2目、1、2、そしてこのまま長編みを、この真ん中に長編みが4つありますので、ここね、真ん中間ですね、真ん中の目に長編みを束にね、入れます。はい、そして鎖を1、2、3、鎖を3目編みます。長編みをこの同じところですね、束に入れます。長編みを1回編みます。はい、ここはね、三角ができたところになります。はい、こちらの方へ行きます。鎖2目のところに、はい、束に入れて、長編み2目、そして鎖を2目、はい、同じところに長編みを2目、これで2段目が編めました。こんな感じです。はい、3段目に行きます。編み地を返して、はい、ここの長編みに引き抜き編みをしますね。引き抜き、はい、そしてこの鎖のスペースですね、ここにも引き抜き編みをします。そして立ち上がりを1、2、3、鎖3編んだら、はい、ここの部分はね、同じになります。長編みを編んで、鎖2目を編んで、長編みを編む、1、2です。そして鎖を1、2、3、鎖を3目編んだら、長編みをこのここですね、前段の鎖3目のところに
はい、底に入れて、長編みを9回編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、長編みを9回編みました。そしたら鎖を3回編んで、そしてこのここですね、この、鎖2目のスペースのところに長編みが2、鎖が2、長編みを2、はい、これで3段目を編み終わりました。こんな感じです。はい、次4段目に行きます。はい、編み地を返してこの長編みの目に引き抜き編みを編みます。そしてこの鎖2目のスペースにも引き抜き編みを編んで、立ち上がりを1、2、3、鎖編み3目、そして、はい、ここは同じですね、長編み、そして鎖が2、長編みを2編んだら鎖を1、2、3編みます。そして前段の長編み9目のところに長編みを入れるんですけれど、まずここですね、この目に長編みを編んだら鎖を1目編みます。そして次の長編みの目に長編みを編みます。そしてまた鎖、そして次の長編みに長編みを編んで鎖を1、はい、鎖を編んで長編みに長編みを編む、鎖を編んで長編み、鎖、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 はい、最後はここに目がありますので、この目を、はい、入れるのを忘れないようにします。はい、長編みが9目編めていることを確認してください。 1、2、3、4、5、6、7、8、9 ですね。はい、そしたら鎖を3目編みます。で次はここですね、ここに長編み1回、鎖2目、長編み2回、はい、これで4段目まで編めました。はい、5段目に行きます。5段目で増し目をします。はい、2目引き抜き編みを編んだら、この鎖2のスペースの中に立ち上がりを鎖3、そして長編み、鎖2、長編み2、そしてここもう1回編みます。鎖2、長編みを2、これで増し目をしたことになります。今までここがね2回なってたのが3回入っていて、これで増し目になっています。はい、ここは鎖編み3目になりますね。ここからパイナップルのこの模様を作っていきます。はい、前段のここね、鎖編みを編んだところに細編みを編んでいきます。ここは鎖3編んで、この細編みは、はい、この前段の鎖のところに底に入れて細編みを編みます。そして鎖3編んだら、次の鎖に底に入れて細編みを編む、これを繰り返します。ここまでいったら、はい、鎖を3編んで、こちら側も増し目をするのを忘れないようにします。この鎖2のスペースの中に長編みに鎖に長編みに鎖に長編みにを入れます。はい、こちら側ね、こっちを増し目をしたら、こちら側も増し目をするのを忘れないようにします。はい、印をねつけていたらいいと思いますね。6段目に行きます。はい、真ん中まで引き抜いたら、立ち上がり鎖3
編んだら長編みを編んで鎖2を編んで長編み2を編みます、はい、そしてこの鎖2のスペースのところにも長編みに鎖に長編みにを編んで、ね、シェル編みが2つできたことになりますね、はい、そしたらここは鎖編み3です。そしてこの前段の鎖編みのところね、鎖編みのところに底に入れて細編みを編みます、はい、鎖3編んだらこの鎖の鎖編みに底に入れて細編みを編むを繰り返してここまでいきます、はい、ここまでいったら鎖編みを3編んで同じことをします。この、はい、前段のスペース、鎖2のスペースに長編みに鎖に長編みに、こちらのスペースにも長編みに鎖に長編みにを編んでシェル編みを2つ編みます、はい、7段目に行きます。真ん中まで引き抜いたら鎖編み3で立ち上がって長編み1鎖2長編み2を編んだらここに1目鎖を編みます、はい、そして同じことをします。長編みに鎖に長編み、そして鎖3編んだら前段の鎖編みに底に入れて細編み、はい、鎖3目編んで細編み、鎖3目編んで細編みを繰り返して鎖3編んで、はい、同じようにこちらの方も、はい、こことね同じことをします。8段目、これちょっとここが真ん中で半分しか書いてないんですけど、この辺ちょっとねもう省略してしまってるんですけれど、奇数段はこちらに立ち上がりがありますね。偶数段はこちら側が立ち上がりになりますので、この辺ね、書いてないですけれど、こう行ったり来たりして編む形になります、はい、8段目はここですね。こちらねちょっと書いてないですけれど、はい、鎖編み3目で立ち上がりを入れて長編みに鎖に長編み2を編んだら鎖を1編んで前段のこの鎖を編んだところに長編みを底に入れます。そして鎖を1編んだらここは同じですね。長編みに鎖に長編みに、はい、鎖3編んで、細編みを編むパイナップル模様を作っていきます、はい、で鎖3で長編みに鎖に長編みに、はい、鎖1長編み、ここもねここに底に入れますね、はい、そして鎖を1編んだらこちらの方はシェル編み、長編みに鎖に長編みにを編んで8段目が終わりになります、はい、9段目に行きます。真ん中まで引き抜いたら鎖3目で立ち上がりを入れて長編み鎖に長編みを2編んだら、はい、ここの部分も 鎖が3になります。鎖3編んで、前段の鎖のスペースに底に入れて細編みを編みます。そして鎖3編んだらこちら側もこの鎖のスペースに底に入れて細編みを編んで、鎖を3編んだらここのスペースに長編みに鎖に長編みにを編みます。そして鎖3編んでパイナップルの模様になります、はい、細編みを編んで鎖3細編み鎖3細編みという風にして、はい、こちら側も同じようにしていきます。そしたら9段目まで編んでいきます。編み地を返します、はい、この真ん中のところまで引き抜き編みで持っていきますね、はい、ここまで引き抜いたら鎖を3で立ち上がります。そして長編みを1回、でここは増し目のところになります。鎖を2編んで長編みを2編んで、はい、さらに鎖を2編んで長編みを2編みます。はい、これでここね3回同じところに入っていますね。それで増し目をしたことになりますので、ここのところに、はい、印をつけておきます。増し目をしたところね、はい、印をつけていると数えやすいと思います、はい、次は、はい、鎖編みを3目編んだら
ここね、このパイナップルの模様になりますので、鎖一目がありますよね。そこに細編みを編みます。鎖を1、2、3編んだら、次の鎖のスペースに細編みを編みます。1、2、3編んで、細編み。1、2、3編んで、次のスペースに細編み。1、2、3編んで、細編み。1、2、3編んで、細編み。1、2、3。1、2、3。はい、ここまでですね。はい、これでこの鎖3目を編んだもの分が1、2、3、4、5、6、7、7つこのねアーチができているのを確認してください。はい、そしたら次は鎖を1、2、3編んだらここですね。ここで、増し目をします。長編みが2、長編みに鎖用に長編みを2、はい、さらに鎖を2編んで同じところに長編みを2回編みます。はい、これで増し目ができました。はい、5段目を編んだらこんな感じになります。6段目に行きます。編み地を返して、はい、ここまで引き抜きますね。こことこの穴ですね、ここに引き抜いて穴から糸が出るようにします。はい、鎖3目を編んだら長編み、そして鎖側に長編み2、そのまま次のスペースのところに同じことをします。長編みを2、鎖側に長編みを2、はい、そしたら鎖編みを3編んでこの前段の、はい、鎖3のスペースですね、ここに細編みを編みます。はい、で1、2、3、そして同じように鎖の3のスペースに細編みを編みます。1、2、3編んで細編み、1、2、3編んで細編み、1、2、3細編み、1、2、3細編み、1、2、3細編み。はい、これで鎖の鎖3のこのねアーチが1、2、3、4、5、6に減っていますね。さっき7ありましたね。だんだんこう減っていってパイナップル柄が浮かび上がってきます。はい、そしたら鎖を3編んで、はい、こちらのねシェル編みの方に行きます。長編みが2、はい、鎖を2、長編みを2、こちらのスペースに長編みを2、鎖を2、長編みを2、はい、こういう感じになります。こんな感じですね。はい、7段目に行きます。こっちね、奇数段を見て編む方が表になります。この穴まで引き抜き編みをします。鎖を3、長編みを1、
鎖が2長編みが2はい、そしてここで鎖を1回編みます。はい、そして次のこのスペースですね、ここに長編みを2鎖を2長編みを2そして鎖を1、2、3細編みでこのねパイナップル柄を作っていきます。鎖を3細編み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 、はい、これで鎖のアーチが1、2、3、4、5 5になっています。さっきは6でしたね。こんな感じになってます。はい、でこちらの方では次のパイナップル柄を作る準備をしています。ね、今一目鎖を編みましたね。こちらもあの次のこうねここにパイナップルの柄を作っていきますので、はい、増し目をしているところですね。はい、反対側です。1、2、3、はい、このスペースに長編みが2鎖を2長編みを2編んだら鎖を1編んでからここへ行きますね。はい、長編みを2鎖を2長編みを2はい、編み地を返します。まあ、こんな感じになってますね。こことここに引き抜きます。はい、立ち上がりは鎖3そして長編みが1鎖が2長編みを2編んだら、はい、前段でここね、鎖を1編んだところに来ました。そしたら鎖をまず1編んでかけてこの鎖編み1のスペースに長編みを1回編みます。はい、そして鎖を1編んだら、はい、こちらへ行きますね。はい、ここは一緒です。次のね、パイナップル編みを作る準備をしています。はい、2編んで長編みが2そして鎖を3編んだら、はい、パイナップル柄を作っていきます。鎖のスペースに細編みを入れていきます。3編んで細編み3編んで細編み3編んで細編み、ここはねずっと一緒になりますね。でどんどんあの目がね減っていきますので、はい、これで、この細、鎖の3、鎖3のアーチが1、2、3、4つになりました。はい、そしたら鎖を3編んでこちら側へ行きます。まずこのねシェル編みを1回編みます。長編みに鎖に長編み2を編んだら、はい、ここの、はい、前段の鎖のところに来ましたので鎖を編んでこの、はい、ここへね長編みを編んでそして鎖を編んで、はい、そしてこちらの最後のシェル編みを編みます。鎖、
長編みを2、鎖を2、長編みを2。はい、これでこの段がおしまいになります。ちょっと今ね、ビローとなってますけれど、パイナップルの、はい、模様ができたらクッと締まりますのでね、はい、心配しなくても大丈夫です。はい、真ん中まで糸をね持っていきます。はい、こことここに引き抜いて、立ち上がりが鎖3、はい、そして長編みを、立ち上がりのところは1ですね。はい、鎖を2、長編みを2、編んだら、はい、ここの部分に来ますね。はい、前段で鎖、長編み、鎖と編んだところになります。はい、ここにまず鎖を3編んだら、前段の鎖1のスペースに細編みを編みます。そして同じことをします。鎖3編んだら、この前段の鎖1のスペースに細編みを編みます。はい、こんな感じね。次は鎖3を編んだら、ここのシェル編みを編みます。はい、長編みが2、鎖が2、長編みが2、こんな感じで、ここに、はい、お山っていうか、このスペースがね、3つできたことになります。はい、そしたらこちらへ行きますね。鎖を3編んだら、はい、パイナップル柄の方に行きます。はい、ここのね、はい、鎖3のスペースに細編み、鎖3編んだら隣のスペースに細編み、鎖3を編んで細編み、1、2、3編んで細編み。はい、こんな感じで今鎖3のお山が1、2、3、3個になりました。はい、そしたら反対側へ行きます。はい、鎖を3編んだら、ここにシェル編みですね。長編みに、鎖に、長編みに編んだら、こちら側の、はい、パイナップル柄ね、次のパイナップル柄を作る準備のところになります。鎖を3編んだら、この鎖1のスペースに細編み、はい、また鎖3編んだら、この鎖1のスペースに細編みを編んで、そして鎖を3編んで、最後のシェル編みを編みます。長編みに、鎖が2、長編みが2、はい、はい、こんな感じ。ここにね、だんだんこうできてきてますね。もうすぐしたらこう尖りますよね。